愛華工業株式会社は、愛知県名古屋市中村区名駅一丁目に本社を置く、化粧板などの住宅関連用品、接着剤を製造、販売している企業である。愛知の軽電気の航空機用点火線、航空機用安全ガラス、強化ガラス、接着剤の各事業を引き継ぎ、1936年に愛知科学工業として設立。 1939年に発売したアイチムのノーリは国内初のユリア樹脂系接着剤であった。1960年に参入したメラミン化粧板で国内トップシェアを誇る化学メーカーでメラミン化粧板を応用した建材、カウンター、壁材などの分野へも事業を拡大している。1975年に発売した壁面仕上げ用塗り剤、ジョリーパッドは 塗り壁材のトップブランドとして、住宅外壁や店舗、オフィス、教育文化施設の内外壁へ幅広く採用されている。1989年に発売したメラミン不燃化粧版アイカセラールは発売当初全く売れなかったが、タイルの代替としてキッチンパネル用途で採用されると、目地が少なくなくなると好評で、セラール用の編成シリコーン重視接着剤。 SE-1 も開発したことにより指向性が向上し、キッチンパネル市場でシェアナンバーワンの地位を築いている。2000年代以降は M&A 等を活用した海外進出に注力しており、2021年3月期の海外売上高比率は42%超である。旧本社建築文化への貢献を意図して行われている企業目線な活動。 国内外の著名な建築家が講師に招かれ、住宅、環境、都市空間など幅広い分野にわたって講演を行う。入場は無料。人気のイベントのため抽選になる場合が多い。過去には先着順で開催されていた会もあった。座席の一定数は必ず学生が当選する。基本的には1名の建築家が自身の建築作品について、 その設計意図などを語るのだが、対岸式の会2名以上の講師が順番に講演を行いその後ディスカッションを行う会なども存在した。一部の講演記録は文字起こしされホームページで公開されている。第1回から10回の講演記録は時代の建築家。第11回から16回特別講演。19回、20回の講演記録は時代の建築家に。 という書籍となって出版された。ありがとうございます。